藤巻翔吾でした。勝ちました中京大学は、両5日の9月5日日曜日に同鈴鹿スポーツガーデンで名古屋グランパスと第90回天皇杯2回戦で対戦いたします。ぜひご観戦くださいますようご案内申し上げます。本日は皆様ご来場ご声援をいただきましてありがとうございました。第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦は5対1で中京大学が勝利しました。勝ちました中京大学は両5日の9月5日日曜日に同鈴鹿スポーツガーデンで名古屋グランパスと第90回天皇杯2回戦で対戦いたします。ぜひご観戦くださいますようご案内申し上げます。本日の入場者数は374人となりました。江戸住役がお帰りの際にはお忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りくださいませ。またお手元のゴミはお手数ですがお帰りくださいますときにお持ちくださいますようご協力をお願い申し上げます。本日はご来場ご声援いただきまして誠にありがとうございました。